はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。寒いね。はい、今回はね、こちらの話題、ちょっと暗いかな。もうちょっと上げた方がいいかな。よいしょ。ね、うん、これぐらいでいいかな。はい、忘れた頃にはね、やってきた、これね、個人情報、500円、ね、昔から、ベネッセだっか、なんかベネッセとか、あと、ソニーはどうだったかな。ソニーはなんかポイントだったかな。ね、いろんなものを、で、個人情報を1回あたり500円くらいっていう相場がね、あるよね、なんかね。で、おじいのところでも、ね、だしてこの900万件が名簿屋に売られてしまった。ね、で、名簿屋に渡って金銭のやりとかないわけないじゃないかっていうね。で、山田養蜂場400万件流出。ね、この NTT 西関係の個人情報を不正持ち出しってことで。で、まあ、おじいのところにもね、昨日かの届いかな、封筒が届いてました。ね。まあ、おそらくなんだけど、ここの商品だと思う、ね、うちの親父が買ってたと思うんでね、うん、それで来ました、ね、で、封筒がね来て、山田養蜂場と NTT マーケティングからの、ね、これで何だろうなと思って、もうこの養蜂場見て、あっってね、もうすぐ分かった本当、ね、で、2枚のこのね、詫び状報告書とともに、クオカードがね、添えられています。よいしょ。はい、こんな内容でね。で、内容を見ていくと、こんな感じだね。まずは NTT マーケティングアクトプロシエクス、ね。お客様情報不正流出についてお詫びということで、ね、この度、株式会社 NTT マーケティングアクトが、株式会社山田養蜂場から受託しておりました、テレマーケティング業務において、当該業務の顧客情報が不正に持ち出されていたことが判明しました。山田養蜂場のお客様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます、ね、で、1、当社が利用しているコールセンターシステムの運用保守業務を担う NTT ビジネスソリューションズ株式会社において同システムの運用保守を行う業務従事者がシステム管理者アカウントを悪用し、山田養蜂場を含む59社の個人情報を不正に持ち出し、第三者に流出させていたことが判明しております。2、再発防止策と今後のご対応について、株式会社 NTT マーケティングアクトは、このような事態を発生させたことを、ね、厳粛に受け止め、システム面及び運用管理面から緊急的な対処策を講じ、新たに不正な情報を持ち出しができないようにいたしました。今後はこれまで以上に個人情報保護の重要性に関わる当事者意識のうんちゃらを図るとともに、コールセンターシステムの構成の変更等を実施し、さらなる再発防止策を徹底いたします。これをなんで事前にやらないんだっていうね。ことが起こってからね、何でも日本はね。で、なんかお問い合わせがあったらね、ここにっていう。そして、もう一つ、これね、これは株式会社山田養蜂場からね、個人情報流出に関するお詫びとお知らせ。この度弊社が情報サービスの一部を受託していた株式会社 NTT マーケティングアクトにおいて、再委託先の元派遣社員よりお客様の氏名、住所等の情報が不正に持ち出された事案が発生いたしました。詳しい調査の結果、お客様の情報が含まれていることが判明いたしました。お客様には多大なるご不安やご迷惑をおかけすることを誇り深くお詫び申し上げます。ここに経緯と対策についてご報告申し上げます。まず経緯、弊社が業務委託する NTT マーケティングアクトからの報告により、同社が運用保守業務を再委託した NTT ビジネスソリューションズ株式会社の元派遣社員により個人情報が持ち出され、照合調査をした結果、その中にお客様の情報が含まれていることが判明いたしました。不正行為により持ち出された個人情報、ね、情報件数、ね、405万4308件、流出内容、氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、
ね、なお、クレジットカード情報及び金融機関口座、購入商品、購入入金額などの情報は流出していないことを確認しております。本当か？この情報流出により二次被害となるような事案は発生しておりません。ね、いやでも名前と住所と電話番号がもうバレてる以上はここに電話をかけられて名前が分かってるわけだからね、いろんな詐欺の電話が来るわけでね、第三者にこれが渡ってるのに二次被害をね確認、事案は発生しておりませんって腐るほど二次被害あるだろう。ただ関連性の証明をしていないだけでしょう、ね、ふざけるなよって思うけどね。だってガン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 迷惑な電話とかも来るしね。3、対策について。2023年11月より個人情報データを弊社から第三者へ委託する運用を改め、自社内管理へと変更し、情報データ管理についてのセキュリティ面を強化いたしました。今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止策を徹底してまいります、ね、最初からそれをやればいいのに楽して任せるから。大切なお客さん情報を他に金出して面倒くせえからやらせるってね、そこがもうそもそも間違ってるんだよ、ね、今の世の中で。この度個人情報流出にね、お詫びのクオカード500円分をお送りさせていただきます。なおすでに弊社にお問い合わせいただいたお客様もご報告のため手紙を送付させております、ね、本来であればすぐにお客様に連絡し注意喚起とともにお詫びを申し上げるべきところではございましたが、400万件の個人情報の照合に時間を要し、不確定な情報でお客様に開示はできず、調査結果が判明したのをお知らせとなりました。お時間を頂戴いたしましたこと心呼びは申し上げます。知ったかんじゃってるからもうか、ね、歯医者さん行ってここやってから5回噛んでる。唇3回下2回、ね、血だらけ、ね、まあそんなわけでね、こっちのもお手合わせということの内容でございましたね。まあそんなわけでね、まあ個人情報が持ち出された、でその情報をもらったやつはじゃあコレクションのためにもらったのか、ね、でお金のやり取りがないわけがない、ね、どこの世界に個人情報をね何百万件分手に入れて、やったこんだけ手に入ったうわって切手集めとかコインとかのコレクションね、ポケモンカードとかそういうのと同じでうわはははつって、そんな喜ぶためにこんな危険なことしないでしょう。そうでしょ、持ち出す方だって金にならなかったらそんなねやらないでしょう。そうでしょ、じゃあ金出して買ってあはははコレクションが増えたぜ、犯罪には使ってないよって、そんなやついるわけないじゃないか。だからそこが腹が立つんだよ、いつも何の個人情報流出にしても二次被害は確認されていませんって、お前が確認してないだけなんだろう。二次被害は腐るほど起きてるんだ、ね、だから本当ね、とりあえずね、大きいところだからね、まあとりあえず大きなことになったからね、まあ一件あたり500円ね、まあベネッセとかプレステとかとまあ同じような感じよね。ただ今の時代500円もらっても消費税込みで500円もらってもね、本当ねえ、1000円ぐらいにしてもらいたいよね、本当。そういう問題か、ね、はい、そんなわけでね、まあ、クオカード500円っていうと、あれだよね、車検の小箱、車検の小箱、名刺とか紹介して、クオカードをもらえるけど、ねえ、それとほとんど変わんないもんね、だってね。ねえ。小箱だと1000円くらいじゃなかったかな、500円じゃない、1000円ぐらいだよね、確かね。そんな地域じゃなかったよね、確かね。うん、1000円分くれたような気がするけど。ね、今度は、また新車にしたから、ね、そこに登録されてないから、また、うちの兄貴のアメリカなんかで紹介っていうと、ね、またもらえるよね。
はい、そんな感じでね、まあ忘れた頃にね、しっかりと詫びがやってきたということです、ね、まだ大きいところからここまでしっかりやったけど、ちっちゃいところだったらごめんねごめんねで終わっちゃう話だからね、本当ね。はい、そんだけど、これを見てる皆さんの中にもね、届いてる人がいるんじゃないんでしょうか。結構おじいの人からじいちゃんばあちゃん多いから、あうちも来たっていう人いるんじゃないの、ね、はい、そんだけど、ね、この情報は終わりです。またね、バイバイ。